エレナオスタペンコは、ラトビアリガ出身の女子プロテニス選手。2017年の全仏オープン女子シングルス優勝者。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝、ダブルス3勝を挙げている。身長177センチメートル、体重68キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス5位。 ダブルス32位。5歳から母親の手ほどきでテニスを始める。ジュニア時代は2014年ウィンブルドン選手権のジュニアシングルスで優勝している。4大大会では2015年ウィンブルドン選手権で主催者推薦により初出場し1回戦で第9シードのカルラスアレスナバローを6に6例で破り、初戦を突破した。二千十五年九月のケベックシティ大会でツアー初の 決勝に進出した。決勝で、アニカベックに26、26で敗れた。2016年2月のドーハ大会では、ノーシードからプレミア後の大会の決勝に進出した。決勝では、カルラ・スワレス・ナバロに6 1 46、46で敗れ、ツアー初優勝を逃した。2016年全仏オープンでは、第32シードになり4大,大大会で、初めてシード選手になった。 一回戦で同じ1997年生の大阪直美と対戦し4657で敗れた。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。シングルス一回戦でサマンサスとサーニ6から1、3から6、2から6で敗れた。2017年の全仏オープンはノーシードから快進撃を見せて初の決勝進出。決勝で 第3シードのシモナ・ハレプに4から6、6から4、6から3で逆転勝利し、グランドスラム初優勝を果たした。ノーシード選手の全仏オープン優勝は、女子シングルスでは、史上初、ラトビア人としても、男女を通して、初めての4大大会シングルス優勝である。ウィンブルドンでは準々決勝で、ビーナス・ウィリアムズに3から6、5から7で敗れた。 全米オープンでは3回戦でダリア・カサトキナに3から6、2から6で敗れた。大会後のランキングで10位になり、トップ10位を果たしている。2018年3月19日付のランキングで、自己最高の5位を記録している。連覇を目指した2018年全仏オープンは1回戦で、カテリーナ・コズロは25から7、3から6で敗れ前年優勝者の1回戦敗退となってしまった。 2018年ウィンブルドンでは、ベスト4に進出し、準決勝で、アンゲリック・ケルバーに3から6、3から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 B イコール開催延期 W、G、イコールデビス Z イコールデビス地域ゾーン P O イコールデビス G イコールオリンピック金メダル S イコールオリンピック銀メダル SF B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます